はい。まあ、91% まで行きましたね。この下の、まあ、ダウンロード待ちを待っている5つって必要なんですかね。ちょっとわかんないですね。ね、こんな感じ 100% になりました。あ、インストール 0%。アップグレードは先行するんですかね。昨日ですね、こういった Windows 11、とっても簡単、クリックだけで完了します。まあ、こんな感じ。3%。ネット回線次第、早ければ40分。なんか10日間はね、10のシステムが残ってるんだって。でも10日後に消えるんだね。11の容量はね、そんなに大きくないんだね。11自体の容量はね。まあ今から40分って言っても。現在時刻は、映んない。2時40分。だから終わるとすれば、まあ3時半。ちょっと前。まあ3時20分くらい。今ね、時刻は、まあ、3時38分。まあ、インストールが 43% ですね。そうなんだ。あ、およそあと半分ぐらいだね。なんか40分ぐらいですなんて書いてあったけど、まあ、そんなわけにもいかないんだね。はい。今ね、時刻は5時15分です。インストール中なのが11へのアップグレード 52%。 そして下の方がですね、インストールの保留中になってますね。だからみんなダウンロードされたんですね。11へのアップグレード52。
これ100まで行くんですかね。なんかずっと止まってるように見えるんですけど、今ね時刻は6時7分です、8分です。まあ、11へのアップグレードがインストール 72% まで来ました。まあ、52からねなかなか動かなかったんだけど、まあ72までやってきてますね。でもその下のやつはどうなるんですかね。インストールの保留中になってるのが5件ばかりあるんですけどね、もう少しですね。はい、現在 88% ですね。なかなか大変でしょう。まあ本当は40分で終わるわけなんですけど、もう夜が明けました。こんなことってあるのかね。はい、現在時刻は9時になりました。まだ 90% ですね。なんかね15分ぐらいかかって 1% 上がるんですよ。あと 10% だから150分、150分は2時間30分、9時だから11時半、11時半までかかるんですかね。あ、91% になりましたね。でもなんかこれ 100% になってもダメなそうな雰囲気ですよね。下の部分は天に対するまあ更新だから、まあ省略してもいいのかなみたいな。まあインストールの保留にはなってるけど、また11になった段階で11用の更新プログラムがたくさんあるだろうから、これが100になった後にどのような状況になるかですよね。はい、97まで行きましたよ。あと 3% です。そんなに時間は経過していません。あ、右下に時計があるんですけど、9時51分です。9時51分。あと 3%。これは、あと30分ぐらいかかりますけど。時刻はね、10時6分です。右下にね、こんな感じでね、再起動して Windows 11をインストールします。まあ、こういった感じですね。うん。じゃあ、今すぐインストールをしてみましょうか。またここから長いかもしれませんね。うん、何かアプリがあったんですかね。インフォボードですかね。インフォボードが動いてたんです。何かニュースみたいなのを右上の方で表示してたやつです。1ギガのハードディスクっていうことで、まあ、SSD に比べて、まあ、劣化っていうかな、まあ、それが進みやすいタイプだから、まあ、こんな時間がかかっちゃうのかなって気がしますけど、
でもかかりすぎですよね。深夜の1時過ぎからだからね。もう9時何分だっけ。8時間近く経ってるからね。Windows 11にグレードアップするのに8時間かける人なんてそうそういないですよね。早くて40分ですって言われてるからね。更新というのは、11の、アップグレードですね。なんでね、突然11のアップグレードをすることになったかっていうと、昨日がね、2月の、Windows 10の、定期更新っていうかな、第2水曜日だったんで、普通にね、始めたわけですよ。そして2回失敗したのかな。2回失敗して、その後3回目が、始まったわけなんだけど、インストールの 21% ぐらいで止まっちゃって、もうこんな、2回失敗して3回目も失敗しそうな雰囲気になっちゃって、とりあえずもういいやって感じで11にしようっていうことになったんですね。なんか時間がかかりすぎだよね。毎月毎月こんな感じでね、そして、どうしたかっていうと、BIOS のところへ行って、もう一回初期状態に戻すっていうか、それをしたんですね。その時にね、選択オプションっていうかな、ファイルのみを削除するっていうやつと、ディスクをクリーンにするっていうのが2つあって、なんか説明書きだと、ファイルのみを選択した方がいいって書いてあるんだけど、なんかディスクのクリーンの方を選んじゃったみたいで、すっごく時間がかかっちゃって。そして今さっきの1時何分に、行ってみたら終わってて、そこからもうずっとつけっぱなしで、それで8時間経過して現在に至るみたいな。そんなことですね。だから3回目のインストールが 21% で、あの時にじっと待てば 100% までいったのかなみたいな、そんな気がするけど、2回失敗してるし、もういいやって感じになっちゃって。52% いきなりですか。64、76、88、100%。でも一番困るのが動画編集のソフトウェアですね。きっとね、HD ライターのね、3.0 バージョンはね、10止まりなんですよ。7からね、10にするためのね、更新プログラムっていうのが配布されてるんですよ。それを当てて使ってたんですね。はい。ちょっと10分ぐらいで、やっていかないと勝手に分割されちゃう時があるから。
この状態もかなり長いですね。もう12分です。で、再起動がかかりましたね。こんな感じの三脚に立ててます。どうでしょうかね。本当はね、昨日ね、お店行ってもう買っちゃおうかなと思ったんですよ。まあ10パソコンでも、まあ11パソコンでもどちらかね、もうダメかなと思ってね。まだわかんないけどね。まあドスパラと、まあ、ヤマダ電機見てきたんですけど、でも本当に書くプロセスが長いよね。これからはやっぱりハードディスクのものってダメですよね。まあ耐久性だとか、まあスピードだとか、そういった点でね。まあ普通に映像データとか画像データを入れとくだけならいいけど、なんか今瞬きしましたね。更新プログラムを構成しています 2%。 そんな状態なんですね。はい、27% になってますよ。31。はい、まだ暗くなりました。本当に31。力尽きたんですかね。NEC です。NS700J。更新プログラムを構成しています。0% ですね。やっぱりダメなんですね。うまくいかないんですね。2、4、7、10、11、20、3、30、35、40。
51、はい、52% になってますよ。53%。あんまりよく見えませんかね。66%。67、73。インストールが終わって、まあ再起動がかかって、それで構成のね、プロセスに入るっていう、まあそういった不思議な、あれですよね。インストールと構成っていうのが違いがわからないですね。まあ気がついたら 85% まで来てましたよ。89。早かったね。90。92。96。Windows 11の、まあ、トップ画面、果たして出てくるでしょうかね。あまり11に対して知識がないんですけどね。100。どうでしょうか。11の場合、ピンを入れたりとかするのかな？Windows の準備をしています。あ、セットアップか。パソコンってあれですよね。セットアップっていうのが最初に必要ですよね。10時59分。2月10日木曜日。ああ。これがロック画面っていうんですかね。何かを押すとピンのあれが出てくるのかな。ちょっとスペースキー押してみますか。2月10日が消えました。あ、出た。よかった。ようこそだ。なんかすごいことになってる。ピン止め済みだって。
どうしますかね。動画編集するソフトを探しますかね。